スノーマン、カンコピダンスでエンハイペンと対決。渡辺翔太がヒーズアング、ジェイクにハグ。9人組グループ、スノーマンが出演する13日放送の TBS 系バラエティ、それスノーマンにやらせてください午7時、2時間 SP では、ダンスのカンコピレボリューション、第7弾として J-POP vs K-POP ダンス対決が実現する。グローバルグループ、エンハイペンが初登場。さらに後藤真希率いる佐々木彩香、桃色クローバー Z、松井樹里奈、石井杏奈のカンコピ女子選抜チームも参戦する。誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う同企画。今回スノーマンに挑むのは、BTS やルセラフィムなど名だたるアーティストを擁するハイブミュージックグループ所属の7人組グローバルグループ、エンハイペン。国境を越えたダンスバトルでは、カンコピ超えの神ダンスが続出。さらに、今回は全員がグループ活動経験者ということで、スタジオトークでは各グループでの決まり事や貴重なエピソードも語られる。そんな中、渡辺翔太がエンハイペンのヒーズアング、ジェイクにハグする。その理由とは、